宅建試験、これだけは絶対男。相続時精算課税制度の住宅取得と資金の特例、これは住宅取得のための資金について親から生前贈与してもらった時に使える特例。2500万円までの生前贈与であればその分は贈与税が課税されず相続税として課税してもらえる。お金ではなく住宅そのものを贈与してもらってもこの特例は使えない。この特例の適用要件で重要なものは4つ。1つ目、贈与者が親、祖父母であること。親や祖父母の年齢は関係ない、何歳でも OK。 2つ目、受贈者は贈与があった年の1月1日時点において18歳以上の子であること。3つ目、贈与の翌年の3月15日までに受贈者である子供が居住すること。4つ目、購入する住宅の床面積は40平米以上であること。これらの要件を全て満たさなければなりません。